3種類のチーズと3種類のビールをフードペアリングしていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。それでは続いて青カビのブルーチーズの方に行きたいと思います。まあ先ほど言ったかもしれませんけど、もともとチーズを食べない人間なんですけど、特にこのねブルーチーズに関してはね全く食べないんですよね僕。なので、ではまずチーズだけでいただきます。うん、すごくその柔らかくもなく硬くもなくという中なんていうんですか、真ん中の感じのテクスチャーでですね、やっぱ青カビを繁殖するということで、すごい塩味が効いてますね。かなり塩っ辛いです。これだけで食べるとちょっと、これだけでちょっと食べられないですね。なんかと合わさないと、結構きついような気がします僕は。それではまずは IPA から合わせていきたいと思います。うん、結構いい組み合わせだと思いますね。ちゃんと IPA の最後味もするし、ブルーチーズの味もちゃんと残るっていう感じでですね、お互いをまあそのなんていうんですか、かき消さないというのはすごくいい組み合わせだと思いますが、そのアフターテイストがやはりまだこうすごくこのブルーチーズの味がすごくするので、ブルーチーズにビールを合わせるのが結構難しいのかなという気はしますね。それでは続いてスタウトの方に行きたいと思います。ギネスはもしかするとうまいこと合うのかもしれませんけどね、どうなんでしょうね。よく合うと思います。そのギネスの味もちゃんとしっかり残るし、しかもチーズも残る。でも後味がですね、そこまでチーズっぽくなくなってですね、結構スパッと切ってくれる感じがしますね。黒ビールがそのなんていうんですか、こう味をスパッと切ってくれる感覚を味わうのは、なかなか面白いですね。大体そのあっさりとしたこういうピルスタータイプとかがですね、こうのガッて飲むとさって切ってくれるっていう感じはするんですけど、この黒ビールを飲んでそのなんていうんですか、チーズの味をスパッて切ってくれるっていう感覚を初めて味わいましたね。なかなか、はい、合うと思います。やっぱヘビーなものにはヘビーで、しかもこのちょっとした塩味がですね、まあ、塩気がですね、かなり黒ビールには合うような気がしますね。では続いてピルスナータイプいきたいと思います。うん、思ったほど合わなくはないですね。もしかすると飲む前はですね、多分ブルーチーズの味がブワーってオーバーパーリングしてもう打ち勝っちゃうのかなと思ってたんですけど、結構ビールの味もしてすっきり飲める感じはしますね。そのギネスとは違う感じのこう切り方をしてくれますね。なかなか面白いですね。ブルーチーズは結構そのビールに対してすごく優秀なのかもしれませんね。なんかどのビールでも合うような気はいたしますが、どうなんだろう。まあ一番合うのはやっぱ黒ビール、これギネスなんじゃないかなと思いますね。はい、総合評価をいたしますと、このブルーチーズはかなり塩辛いチーズで独特の香りと独特の味があります。なので IPAにも合います。 IPA の味もちゃんとするし、チーズの味もするという感じで、はい、すごくいい組み合わせではあると思いますね。で、ギネス、黒ビール、スタウトはすごく合うと思います。なぜかというと、
食べて飲んだ後にですね、その2つの味もするけど、プラスそのチーズのフレーバーをですね、スパッとこのビールが切ってくれるんですよね。だからかなり結構いい、はい、組み合わせだと思います。でピルスナーなんですけど、もしかして全然合わないんじゃないかなと思ってたんですけど、そこまで合わなくはないです。すごくうわーってくるかなと思ってたんですけど、全然合わなくはないビールだと思いますね。でもまあそうですね、ナンバーワンを出すんだったらスタウトかなという気はいたします。そうですね、このフードペアリングを通してですね、チーズもまあビールに合うんじゃないかなという気はいたしました。そこまでそのやはりワインに勝るかと言われると、ワインの方がやっぱね合うんかなという気はするんですけど、ビールでも全然合わなくはないなということを発見いたしましたので、まあこれからもうちょっとね違うチーズもできればなと思っております。このですねフードペアリングの動画はですね、そうですね、また違う食材を用意してですね、またやりたいと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ビールノムリエのヨシでした。 See you soon.